長崎映像8月13日から1953年4月29日は、大正、昭和の日本の実業家、日本証券投資協会長、広島県広島市栄町生まれ、旧広島藩市、長崎昌平の三男、旧西広島一中卒業後、旧西第一高等中学、東京帝国大学法科大学と進み、1907年、 大倉省理財局国庫会議。1910年、台湾銀行を経て、1913年、幻の総合商社、神戸の鈴木商店に、定大出身者として、初の入社、大番頭、金子直吉の片腕として、多くの事業を手掛ける。特に、東京総支配人時代、当時の政財界人のトップが集った、番長会のメンバーになるなど縦横に交流する。 民間での火薬の製造を目論み、金子に進言し1916年、日本火薬製造を創業。またグリセリンなどの国産化にも成功した。1925年、鈴木商店を退社。2年後の1927年、鈴木商店は倒産した。その後東京株式取引所などに関係しながら、朝日石油社長時代に、定人事件で訴追されたが無罪。 鈴木商店倒産後、朝日石油再建に尽力し、1942年8月、昭和石油設立時に初代社長に就任。1946年5月退任。久米正親内香る、久保田万太郎らと革新演劇グループ、国民文芸会を設立したり、久米らに雑誌、人間を発刊させたり、京里広島大学の設立委員長になるなどの、 文化人的活動や、自らも資本政策の論文を多く発表。戦後は、吉田内閣の経済顧問となり、1947年、産業復興公団総裁に就任、輸出産業振興に尽力。さらに1950年、財団法人日本証券投資協会会長に就任したほか、日経連顧問、経団連日米経済提携懇談会会長、 経済協力懇談会会長などを歴任し、日本経済の復興と躍進の基盤づくりに尽力した。ラジオ、東京設立にも関与した。このほか在京県人会の中で一番多いとも言われる、東京広島県人会の初代会長を務めている。1954年4月29日、71歳にて死去。 生児太郎を満鉄に入れたことでも一部に知られる。生児は満鉄を辞めて後国民的大歌手となった。翻訳書に、米国はなぜに反映するか、歴史は繰り返すかが、著書に、読、イけるの経済理念と、我が経済新体制がある。住所は、広島市境町、東京はザブロを東京在籍。ありがとうございます。